ここ持っていく。わあ、ナイスです。走っているラベラが自ら持っていった。さあ徐々に徐々に自分たちをリズムにしてゾーンやったりとかをこう仕掛けるんですよね、はい、ところがあの仕方なしにチェンジングしてる感じになってんで、5点になっちゃってるんですよね。なるほど、さあ三円としてはさあ金丸がスクリーンを使ってスリーポイントの位置を探している。ここでオークインです。ソフトクロック10秒切っている。中に合わせた。はい、これはナイスプレーです、中面ゲーム、はい、まあ、ちょっと期待したいって言ったらもうどんどん来てますね、わあ、これ3バラ漏れながら、はい、カウントです。カウントレス4点プレーとなるのか。アウトナンバーだ。ああミス、1人残っていました。奥井、ただ白山戻ってくる。あっと追加点3円です。ああこれもいいですね。ダンクとはなりませんでしたが見事に決めていきましたギレンズ、はい、さあ金丸スリーポイント決めた。タイミング合い始めてますよね。そうなります。あっと村を取ったですよね、そうなりますよね。さあすぐさまタイムアウトは川崎です。もう昨日1点しか取れてないので今日はまあ絶対点数取ろうという思いがあると思いますけ ど、 なるほど、そういう中でああまあうまい。これはラベナが裏を取りました。複数のポジションができるって形ではありますね。金丸のスリー決めました。わあ素晴らしい。そしてエンドワン篠山、あっとブロック、奥院のブロック、ラベナを走らせた。お、プレッシャーかけているか。こういう走るプレーが重要ですよね。あ、すごい素晴らしい。死ぬ気で守りたいこの第4クォーター、はい、効果的にオクインが決めてくるガッツポーズ。